はい。それでは、単語を一緒に読んでいきます。くださいます。くださいます。いただきます。いただきます。呼びます。呼びます。やります。やります。

情報文法。文法。発音お音おもちゃおもちゃ。ハンカチ 靴下靴下、手袋、手袋、指ぶ指ろ。バッグバッグ、猿。 猿餌餌祖父祖父祖母祖母,祖母孫孫おじ おじおばおばおじさんおじさんおばさんおばさんおととしおととしあずかります。 あかりますたすかりますたすかりますたすけますたすけますいじめます。いじめます 暮らしますクラシまスバシロナバシロなエホンエホンエハガキエハ お祝いお祝いお年玉お年玉お見舞いお見舞い楽しく楽しく 先日。先日、中身、中身、ドライバードライバーあるある。すると。 するとはあはあむかしばなしむかしばなしおとこおとこカメカメしろ 城おもうしわけありません。申し訳ありません はい。では、容態を表現する、物事の変化を表現するところです。では、こちらを見ましょう。この、そうですを使うことで、容態を表現することができます。動詞のマス形にはそうです。動詞の内形にはなさそうです。い形容詞は意がありません。い形容詞にそうです。い形容詞、後ろを くに変えてなけようしはながいりません。なけようしにそうです。なけようし、名詞じゃなさそうです。このように使います。それでは例文を見ましょう。もうすぐ車が止まりそうです。止まります。マス形にそうですをつけています。犬は、 助からなさそうです。この、ようたいというものに注意して、なさそうです。を後ろにつけましょう。あのケーキはおいしそうです。こちらはおいしいのいがありません。子どもたちは楽しくなさそうです。楽しいのいをくに変えます。 後ろになさそうです。あの犬は大丈夫そうです。大丈夫はなけよしです。ながありません。あの町は賑やかじゃなさそうです。賑やかはなけよしです。ながいりません。後ろにじゃなさそうです。をつけます。はい、そして、この あの女の子はかわいそうです。この文章ですが、かわいそうですというのは間違いです。かわいいという意見用詞は、様態です。ですから、かわいいに、そうですという形はありません。同じように、あの女の子は、 きれいそうです。この、きれい、きれいなというな形容詞は、様態を表します。きれいそうですという言い方はありませんので、注意が必要です。それでは、一緒に例文を読んで発音の練習をしましょう。もうすぐ、 車が止まりそうです。もうすぐ車が止まりそうです。犬は助からなさそうです。犬は助からなさそうです。

はい。では、様態を表現する、物事の変化を表現するところです。こちらでは、物事の変化を表現するを見ます。では、この文章を見てください。意形よしくします。意形よしくなりました。なけよし名詞にします。なけよし名詞になりました。 を使います。ここの「自分」「他人」というところは後で説明しますので今は考えないでくださいではこちらから文章を見ていきますテレビの音を小さくしますテレビの音が大きいです私は音が小さい方がいいです テレビの音を小さくしたいです。そしてテレビの音を変えます。テレビの音を小さくしますという意味です。小さいという意見よしの後ろをくに変えます。そしてその後、テレビの音が小さくなりました。ここが過去形になっています。すでに変わりました。 という意味です。ここも、く、なりました。になっています。意形用詞は、く、します。く、なりました。というふうに覚えてください。そして、次の文章を見ます。部屋を、きれいにします。今、部屋は、汚いです。掃除します。部屋を、きれいにします。 この文章は、今、まだ部屋は汚いです。という意味ですね。そして、綺麗、綺麗なという、な形容詞です。な形容詞は、に、します。これに注意してください。部屋が綺麗になりました。部屋が汚かったです。私は掃除しました。 そして、今、部屋が綺麗です。綺麗になりました。この、綺麗ですが、こちらでも書いてありますように、になりましたに変わります。はい。では、次の文章を見ます。子供を医者にします。主語はお母さんと考えます。 お母さんは子供を医者にします。子供はまだ小さいです。子供を勉強させます。子供が大人になります。子供の職業は医者です。子供は医者です。将来子供は医者です。これが子供を医者にしますというものです。医者は名詞です。 「にします」をつけます。そして子供は大きくなりました。子供が医者になりました。医者は名詞です。になりましたを使います。こちらの主語は「お母さん。お母さん」。はお母さんがです。こちらの主語は「子供ですね。 それでは、こちらの文章を見ます。この時に、自分、他人、つまり私以外の人です。これは自分の身内も含みます。このような時に、この文章を考えてみます。いらっしゃいませ。こちらは、安くしていますよ。安くします。この くしますの形です。この時、主語がありませんが、これは自分という意味です。私は安くしますという意味ですね。これは高いです。お客さんは高いですと言っています。じゃあ、もっと安くしますよ。これは、 店員さんの言葉です。店員さん、私はもっと安くしますよと言っています。主語は自分です。どのぐらい安くなりますかこの安くなりますは、このくなりましたの現在形ですね。このくなりますかの時は、自分、 あなたが買えますという意味ですね100円安くしましたこの「く」しましたは自分ですから店員さんは100円安くしましたという意味です安くなりましたから買いますあなたが買えました私は買います と言っていますここでは誰が変えたのかというのが省略されている文章です。このような時はこちらのカッコの部分を考えてみてください。このように場面を考えることで後ろに何が隠れているかということがわかります。それでは こちらから一緒に読んで発音の練習をしましょうテレビの音を小さくしますテレビの音を小さくしますテレビの音が小さくなりましたテレビの音が 小さくなりました。部屋をきれいにします。部屋をきれいにします。部屋がきれいになりました。部屋がきれいになりました。 子供を医者にします。子供を医者にします。子供が医者になりました。子供が医者になりました。

これは高いです。じゃあ、もっと安くしますよ。じゃあ、もっと安くしますよ。どのぐらい安くなりますか どのぐらい安くなりますか ?100 円安くしました。100円安くしました。安くなりましたから買います。 安くなりましたから買います日本語では文章によって自分や他人というものが隠れている時がありますまたその状況でこちらが自分が買えますという意味で表現されることもあります こういうものに注意しましょう。それでは皆さん、できましたか